さあ今回は一橋大学の定数問題にチャレンジしていただきますね。一番伝えたいのは解放音ってね、できるのに解けない人、こういう人こそこの問題にチャレンジしてほしいな。どうも元気と大学生のセムソブルです。さあ今回は一橋大学の定数問題にチャレンジしていただきますね。そうなんです。はあれ定数問題ですか、タンジェント出てませんかって思った人、そうなんです。最初パッと見る人、あれこれ三角関数の問題かなと思うんですけれども、前回も前々回もやった通り整数問題のもう権化というか、そんな問題になってます。ただ一番伝えたいのは解放音っていうね、できるのに解けない人、こういう人こそこの問題にチャレンジしてほしいな。特に東大や京大難関で受ける人って解放音ってみんなしてるけど解けないっていう人がなかなかいるんですけれども、やっぱりこういう今回の問題から僕の考え方っていうことをね、ぜひ学んでほしいなと思います。もちろん整数問題苦手な人も見てほしいです。ということで今回は整数問題苦手な人代表としてカナエさんをお呼びしました。タンジェントカナエです。タンジェントカナエ、そういう傾きカナエみたいな、はい、無限ねまで行くっていうことですよね。そうですね。カナエちなみに早稲田小学部ですけど、受験では数学は使えない、使ってませんね。え、ってことはもう何年も数学は使ってないんで。じゃあもうタンジェントを言ったらなんか響きだけは聞いたことある。いや、ありますけど、もう本当に筆算問題すらちょっと怖いんで。いやけど大丈夫、もうそんなにカナエでも今回分かるように説明していきます。はいよ。視聴者の、まあ、ダミーだと思ってね、やりたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー、レベルアップ。はい、ということで早速にやっていきたいんですけれども、前々回と前回の復習です。まあ、整数問題いろんなポイントがありましたよね。はい、そう、まあ、例えば1番覚えてますか、これとかは。範囲ですよね。あ、そう、まあ、1番はそう、条件は範囲ですよね。さすがです。まあ、1番は足し算とか引き算が掛け算の形にしたらやりやすいですよ。2番だったら条件から範囲をし、これは言うたらここが1番ね、やらないとめちゃくちゃめんどくさい。で、3番はあまりに注目するって話だったんですけれども、今回ここに新たな要素が加わるんです。これは何かっていうことをちょっと後から説明します。はい、何だろうなって思いながら。で、もう一つ、タンジェントですけど、タンジェントはまあ傾きですけど、ね、はいはい、まあ、単位円を書いたら分かる通りで、まあ、ここ、まあ、分からないよっていう人は、あの高校1年生の、教科書見てほしいんですけども、傾きです。45度っていうと、1対1対ルート2、まあ、三角形ですよね。はい、あとは、1行って1進むから傾きは1なわけですよ。で、135度はっていうと逆で、1後退して1後ろに戻って1上がるので、ここはマイナス1になります。ここだけは覚えておいて、はい、これだけができればタンジェントも大丈夫だよ。読み込み中です。ということで今回やっていくんですけど、もう一回まず2番、この条件から範囲を絞るっていうことをまずやっていきましょう。みんなここが最初から手出ないから。じゃあかなり問題、まあ、三角形がありますと、はいはい、なんかさ角度で条件とか絞れたりします。内角の方は180度です。すごい、そうなんですよね。オッケーオッケー、はい、いや大丈夫大丈夫、あの、ね、これすら書かずに白紙で提出する人とかやっぱいますね。最悪だな。けどさ、これが分かってもここからちょっとどうすればいいか分からん、はいはい、っていう人もいたり、もし本当に怖い人は C イコール180度引く A 引く B とかしてここに代入して、うわー分からないっていう人もいるんですけれども、ここでこいつが登場してくるんです。これを覚えておいて、何回目東大教の品種です。これは何かっていうと対称性を考える、うん、これはね本当にすごい武器ですよ。これ何かっていうと、今回 ABC で正直角度ってさ、どれが大きいとかどれが小さいってわからないよね。見た感じ C ですよね、大きいのは。そう、まあ、これは俺が適当に書いたんですけども、ここを設定してないでいろんな三角形のパターン考えられるけど、どれもさ対称式対称的だよね。 A も言いましょう。ってことは自分でこれ重要よ、この一文があるかどうかでも決まるといっても過言じゃないよね。そう、これ何かっていうと、言ったら、まあ言ったら対象ですよね。つまり、ここをじゃあ A が一番ちっちゃいですよ。C が一番大きいですよって、仮に設定してあげますよねっていう、はいはい、これを置くとさ、何がわかるかっていうと、こんなことがわかるんだよ。いいよ。じゃあこれ、このね、形、兄弟の時にもやったんですけれども、A たす B たす C ですよ。一番ちっちゃいのは A ですけれども、これを全部 A にしてです。どっちが大きいですか？大きいのは A たす B たす C。そうよね。そう。ってことは、これは、A たす A たす A より大きいですよねっていうこと。つまりこれは 3A ですよね。3A とか180より逆に言うとちっちゃいってことに注目すると、A って何度以下になる？60度以下で。そう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 、そうなんよ。OK、OK。で、かつ A っていうのは三角形を作るのに0度よりは大きいですよね。こっからも、そう、ここができれば、もう多分10点ぐらいもらえたはず。もう10点。そう。頑張ったじゃん。いやいやいや、それ40点満点だとしたらね。多分ね、もう10点ちょっと言い過ぎたかもしれない。それぐらいもらえると。よろしくお願いします。じゃあ、こっから何かっていうの、あとは簡単で、いきますよ。こっからタンジェントを取る。じゃあタンジェント0っていうのは0よね。タンジェント60度っていうのは覚えてる？1対2対ルート3のルート 3OK、そうだよね。で、じゃあルート3ってさ何歩だった？これちょっと難しい。人並みにおごれや。おお、すごいやん。人並みにおごれや。え、俺に言ってんの？1.732。 そう、ってことは今回これね、整数問題もうここまで分かれば大丈夫。整数ってことは言えたら0とか1とか2とかなんですけど、これ0より大きくて 1.732 よりちっちゃい、はい、ってことはタ
コンデントAっていうのは0以上1ですよね。そう、1しかないよね。 OK。 ってことでここからタンジェントは整数なのでこれは1ですよって分かりました、はい、じゃあ A っていうのは何度？45度。そう、ここが分かればそれこそ40点満点で15点ぐらいもしかしたら。いや本当にもうそれぐらい重要なの。だから博士課程が続出したいのこの年って。なるほど。簡単そうなの。だからまず自分で設定してあげて、一つは角度45度って分かりましたね。 OK。 こっからじゃあ次のステージに移りたいと思います。じゃあ魔法をかけますね。3、2、1。はい、ということで今回 A が45度っていうことが分かりましたと。ってことはこれ45度入れてあげると、まずじゃあいろいろね、こっからもいきなりなんか進めるんじゃなくて、まずは今分かってる情報をまとめると、これが大事。 B が C っていうのはどうなんだろう。45度が A だから B と C っていうのは135度。そう、 OK。 135度で、もう一度知りたいのは B より C が大きいなんですけれども、この角度って何度以下になりそうですか。これすごい大事。ちなみに45度以上ですよ。なんとなく自分で当てはめてもいいかも。90度以下になる。そう、お、それ何度だった。ここがもし45度だとしたら、だとしたら90度になるし、C、B が45度以上だったら90度未満になるから。すごい。どうした、なんか目が生き生きしてるけど。はーい。オッケー。こういうところを忘れると後で論証ミスとかで全然引かれるんで、しっかり押さえましょう。ってことは逆に言うと、タンジェントつけてあげると、タンジェント45度とタンジェント B とタンジェント C っていうのは、これはこういう形になるんですよね。ここはまず押さえる。こういうめんどくさいかもしれんけど、一つ一つ条件がまず分かったら、今をまとめるっていうことがすごい大事なわけよね。だからまずこれが分かった。つまりタンジェント B とか C とかっていうのはマイナスにはならないよと。もう一つ、こっからなんですけれども、じゃあこの整理した上でタンジェントを取ってみましょう。先ほど求めたいんで、はい、ここはね、タンジェントの加法定理とかって覚えてます？パンパンスパパンパンスパンパン1引くタンタンタンタスタンね。何つった今？パンパンスパパンパンパンリズムだけやん。そう、これはもし覚えてない人、これ導けるんですか、覚えた方がいいので、いきますよ。1引くタンタンタンタスタン。じゃあ会長リピート後に、1引くタンタンタンタスタン。タンタスが多いけど、まあこうなりますですよ。でこっからなんですけれども、ちょっとね、タンジェントっていうタンジェント書きづらいというか、めんどくさいじゃないですか。だから今回はちょっとこれを X とか、せっかくなんで X タンジェント C を、じゃあ Y と置きましょう。これ別に置かなくてもいいんですけど、分かりやすいよ。すると X 足す Y、 1-XY イコールマイナス1ってなるわけ。今回 X は整数だし、1より XY 大きいですよってことがまず分かって、はい、これを展開するとどうなるかっていうと、じゃあ早送りしますけれども、まあこうなりますよと。こっからです。思い出してほしい、整数問題困ったら足し算を掛け算にしたいよね、はい、これちょっとむずいし、正直これを掛け算にしたいなって思うんですけれども、これ因数分解ができそう、できたりしょ。因数分解できますよ。お、どうやりますか。ここは早送りします。はい、OK です。まあこれ何かっていうと、言ったらこれを作りたいわけ。これってこいつこいつ同じなんですけれども、この展開を覚えておいて、この高1の青チャートめちゃくちゃ載ってるんですけど、みんなやらないところ、これをこうする。なんでこれがあんなに小であったかっていうと、整数問題めちゃくちゃ使うから、一瞬因数分解できなそうだなと思っても、ここのね、数字の部分を足したり引いたり調整することでこうなると。つまりこれはこうなるんですよ。 x-1×y-1 が2になりますと。よろしく頼むぞ。さあこっからです。思い出してほしい、 xy は1よりも大きいですよと。 x と y だったらどっちが大きいっていうと、 x だったら y の方が大きいよね。はい、今回2ですよ。2って何かける何しかありえない。 2×1 しかないよね、はい、もちろんこれが普通の何の条件なかったらマイナス1かけるマイナス2とかいろいろ考えなきゃいけないんだけど、もうこの条件からするともうあとは簡単で、こいつが1の時かけるこいつが2の時しかありえないよねってなるよね。けど、OK。ここね、じゃあね、もうね、ブラウザバックした人、マイナス5点。マイナス5点。そう。これじゃあ、わかると、XI っていうのは、言うたら、これで、2と3ってわかるんですよね。で、じゃあこれ何かっていうと、思い出して、単純と B が2で、C が3ですよ。A は1、2、3。だから、これが答えですで終わると、マイナス5点なの。5点です。これなんでわかります？これは、OK。もう一回言うと、答えはね、これとこれとこれだけです。終わりじゃないの。なんで？じゃあ、俺が引っかかってるのは、なんか自分で設定したから、なんか、それありなのっていう。あー、ここよね。ここよね。自分で設定してるの、問題文書かれたら別だけど、自分で設定したってことは別にさ、 A が大きい時もあるし、 B がちっちゃい時もあるし、いろいろあるよね、はい、ってことは今回は別に2、1、3でも3、1、2でも全然いいわけ、うん、そういう時の書き方っていうのは実はこう書くんですよ。そうなんです、これが正解。これ見たことあります？普通の括弧じゃなくて中括弧なんですけれども、はい、よく見ますよ、ね、よく的にこれ何かっていうと、これ覚えてない人はぜひ使ってみてください。123全部123321って書いてもいいんですけれども、これは中括弧にすることで順番はどれでもいいですよっていうことになります。つまりこれが312でも231でも順序は同じです。
ていう形です。さらに答えはって言っても6つあるってことね。という話でしたと。はい、いかがでしたでしょうか。どうだった、なんか。いや、まあ簡単じゃないですか。こんなのもできないんだったら、やっぱ一つ星誰か入る資格はないですよ。ちなみに一つ星これ文系ないよね。今日面白いよね、文系でもボケる。で、ちなみに整数問題は、京大とか、まあ一つ星、あとは千葉大とかでもやっぱり、ね、出ますので、ぜひこの整数問題、一番差がつくところを僕とね、一緒にやってきたことを含めて入試本番でも活用してみてください。それではお疲れ様でした。バイバイ。今回はセンターの日本史、初めての社会をやろうと思います。残り1ヶ月で9割超えを狙うための傾向対策勉強プラン参考書についてお話しようと思います、うん。